さあゲーセンを失ったこの二人の男の戦い、登場するならゲーセンくれ。どっちが足立弓なんでしょう、富永さん。エルボー、エルボー、エルボー、エルボーからの弓。さあどちらが足立弓なのか、本当の足立弓を決めるこの戦いです。どっちが本物の家が言えない子か言えない子対決。さあピノ・エビナ対カズヤ26、投げて後ろ投げ、後ろ投げ、ドリル、ドリル赤丸、あれ赤丸してから何もねえのかな。ここはサイド投げてレイロー打っていく、空中一投、イエラッコカズヤ、イエラッコカズヤ、具が大きい、具が大きい。カレーですか。スネークハグ、カレーの話はやめてください。さあカズヤ頑張っている、超電磁決めてるな、ピロ、俺が本当の家明子なんだ、その恨みをここで今カズヤに対して話してやるの、そう言っておりました。ピロ言ってません。しかし腰、今度は打って変わってピノのリズム、ピノのリズム、俺リズムだっけ、あのパフューム。さあリズムに乗ってきたこのピノ対死神和也、あーっと超レジ、だがこれはしかしビビたるダメージでしょう。ドリル、おっと、なんとかコメラで返している、これは入らない、エルボー2回ネグラッパー、やめ、超いい勝負、大空取っている、取っている、取っている、カズヤが取っている、いける、俺が、これが、これが本当のアダチビなのか、あー具が大きい、空と君との間には今日